えと事前にしなければいけないと分かっている仕事の他に、急な仕事が追加で入ってきた場合、岩切さんは慌てずに対処ができますかと。えー、またそのような場合、どのように工夫して乗り切っていますかと。まあ、急に仕事が入ってきたらどうしてますかっていうことですね。はいはい、これ、しょっちゅうあるんですけど、そっち対応して戻りますね。戻るまでに少しラグがあったりするんですけど、ネットとか見ちゃって。慌てながらやります。<laughs> <laughs> じゃこれヒロさん慌てずに対処できますかっていう答えにすれば慌てはする慌てはしますけど対処しないといけないことなので慌てる慌てないよりも対処できるかできないかの方が重要だと思うので慌てながらも対処しますで<っ>自分一人で難しければ、えー、待ってもらうか誰かにうん、うん 依頼しますえそれ僕らもこれまさにこういうえ同じ仕事がとか急に同時タスクがみたいなインバスケットみたいなプログラムをやったりするんですけどそこでほら優先度と緊急度を分けたりっていう,そ,う、ね、それなんかありますか、うん、岩切さん的に緊急度重要度の分け方って。は例えば 僕だとお客様から聞かれたことに関しては基本即レスをするようにしていて多分公式ンに登録されてる方で僕に話しかけたことある方だと分かると思うんですけどめっちゃリップ早いと思うんですよね。これを心がけてます。それ顧客サービスになるのでうん、うん、一方で今日のでも明日の朝までに作らなきゃいけない資料とかはククと話明日の朝で出来上がってればいいので夜中時間削ってもいいわけですよね。うんうん、僕の場合だと仕事的にうん、うん、そういうふうにしてやってますね。 今喜ばせたいなら今喜ばせることを優先するやっぱそうですよねだから今あの入ってきた仕事ってあってもその急な仕事がどういう仕事かによっては対応は変わりますよねって話ですね期日にもよるかなというところです,うですよね。うん、はい でまあ、ここでポイントなのは、岩切さんも慌てるんやて、ね、慌てます。慌てなつくっていうのは、もうそもそもそれを諦めると。そうです。やばいやばいって,言って。<laughs> <laughs> そうですよね。なんかどうしても、ほら、岩切先生とか言われてて、なんかあの僕らも対応、ねはい、させていただいて、なんか結構どんなことでも冷静に対応するのかなと思ったら、そうでもないということですねあ。もう全然バタバタしてますよ、もう。<laughs> <laughs> いや、本当にこれ、謙遜とかじゃなくて、リアルにそうなので。あ、そうなんですね。はい。 では、岩切さんでもバタバタするので、バタバタあなたがバタバタするのは仕方ない方。ということです。ですはい、わりました。ありがとうございます。